江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。久々のミニニュースのコーナー、渓谷の小さなニュースの詰め合わせ、ミニニュースのコーナーやっていきたいと思います。はい、まず最初なんですけれども、今日ですね、まあ、本編の方でもお伝え、したんですけれど、するんですけれども、あの渓谷の、ソウルの市議会議員がですね、渓谷のソウルでは旭日旗、こちらの展示とかを制限してるんですね。そういう条例があるんですね。まあそれを廃止しようという条例がこう提起されたという話題なんですけれども、それは詳しいことは本編でやりますんで、ここでは内容については触れません。で、この記事紹介したい本当の理由はそこではないんです。はい、もう皆さん初っ端このね、字見て、何言ってんのこいつって感じなんですけども、日本でも自重しようという旭日旗と。いやー、こうやってこうね、韓国はフェイクニュースを垂れ流すんだなと非常にこう痛感しましたね。ちょっと見ていきましょう。最初だけ、多数の国民の力の議員が日本の軍国主義を象徴する旭日旗戦犯旗の使用制限を解除しようという条例を発議したと。戦犯旗は戦犯国である日本とドイツが太平洋戦争当時に使用した旗で、日本現地でさえ戦争の残酷さと犠牲者の痛みをよみがえらせるという理由で自制しようという声が大きいということですね。まあここでね、国民の力は日本極右勢力の主張を代弁するように、旭日旗の使用を制限、解こうとする荒唐無稽な条例を発議したのだっていうふうに書いてます。はい、ということでね、いや、日本でそんな自重しようなんて動きは私は聞いたことないんですけどね。皆さんどうですか？はい、じゃあ次行きましょう。こちら、こちらはですね、サムスンの話です。ね、誰もこんなことになるとは知らなかった。まさかショックを受けたサムスン。はい、どのようにショックを受けたのかとちょっと見ていきたいと思いますけど、まあこれは大したことないです。で、コピーした中国がサムスンを脅かすとは、脅威が現実になった。サムスンのコピーにキュウキュウとしていた中国がサムスン打倒を叫んでいると。ファーウェイ、ビボ、シャオビなど中国のスマートフォンメーカーがフォルダブルフォンの新製品を注ぎ、絶対強者であるサムスン電子に猛攻を加えていると。世界中の市場調査会社は中国のファーウェイが今年第一四半期にサムスン電子を抜いてフォルダブルフォン1位に上がるという衝撃的な調査まで出したと。これは前回お伝えしました。で、中国の強撃にサムスンが超緊急だ。サムスン製品をコピーした中国に1位を奪うかは誰も予想できなかったことなのだ。はい、ということでね、もうサムスンやばいね。もうかなりやばいねこれね。はい、ということでね、まあスマートフォン分野はもうこれあれですね、爆暴の一途でしょうね。はい、まあ、今回 AI 積んだっつって AI を前面に押し出してますけれども、その AI も大したことないというか、まあなんていうんですか、あれ Google の AI を積んだだけみたいなね話もありますし、まあ AI の、だからね、もうダメだなっていう風な感じで、まあ簡単に中国にキャッチアップされちゃうかなっていう感じはしますよ。はい、じゃあで次行きたいと思います。こちら。次はですね、渓谷国内の話題なんですけれども、チョグクですね。チョグク革新党、比例政党で支持率が1位だと。で、進歩層がイジェミョンからチョグクに乗り換えていると。あ、何？まだスマホの話かななんて思ったんですけど。はい、政治の話です。
4.10 総選挙の事前投票開始日である5日、チョグク革新党が比例代表政党の支持率で1位を記録し、突風を起こしている。特に地域を問わず高い支持率を見せ、比例代表46席のうち何席を占めるかに関心が集まっていると。相当強いんですね。で、どれだけ強いかと言いますと、比例代表政党支持率はチョグク革新党が 30.3%、 次いで国民の力の比例衛星政党である国民の未来が 29% を抜いて1位を占めたと。要は、最大野党の共に民主党の比例衛星政党である共に民主連合は 16.3% と一致して3位に止まったということで、要は与党に対抗する勢力がもうチョグク革新党になっているということなんですよ。で、チョグク革新党はこのような結果に国民の政権審判論の風が反映されたものだと分析したと。原因はまあそういうことだと。チョグク革新党代表は YouTube 放送で、各種調査で比例政党支持率1位を記録しているが、このような爆発力はどこから来るのかという司会者の質問に、この2年間国民の心に鬱憤と怒りが積もったと考えるとして、ユン・ソクル政権の行動を見て多くの国民が自尊心に傷を負ったようだ、そのような国民の心をチョグク革新党が代弁し爆発的な反応が起きたと思うと明らかにした。まあそれもあるんでしょうけど、共に民主党の比例代表の衛星政党が 16.3% だから、本来この逆でなくちゃいけないんですけども、要は共に民主党の衛星政党から票を奪ってるっていう構図も、まあ、かなりあるんじゃないかなと思いますね。だって与党と野党の支持率が今 7% 差ぐらいなんですよ。だからまあもちろんこう与党からチョグクの革新党にくら替えっていうのもね、支持をくら替えしましたっていうのもあるかもしれないけど、相当共に民主党の衛星政党からこう人が流れてるっていうのもまあ容易にか想像できるかなと。で、あともう一つあるんですよ。チョグク革新党が地域主義を克服していると。まあ皆さんもほら日本でもありますけども、まあこの件はね、例えば自民の岩盤支持層だよ、県単位とかであるじゃないですか。この地域は自民が強いねとか、この地域はなんかいつも民主党で違う立憲だよねとか、いろいろあるじゃないですか。で、そういうのが今回直後の場合だとあんまりないんですよ。で、ちょっとここをご紹介しますか。結構ね、幅広く支持を得てるんですよ。チョグク革新党は進歩陣営の再演である広州全羅道で 41% の支持率を得て、共に民主連合の 22% を上回った。ダブルスコアだね、ほぼほぼね。まあ広州とか全羅道って言えば、まあ、共に民主党の岩盤支持地域です。まあ、共に民主党から出ましたけど、イナクヨンですね。この前傘飛ばされちゃった写真の人、あの人広州から出てますから、立候補でね。保守陣営の お茶の間と呼ばれるテグ京北では、チョグク革新党が 21% の支持を得て、共に民主党 2% を大きく上回っていると。要は保守の地域でもチョグクの革新党があれですね、まあ、野党票が集まっているということですね。で、プサンもどちらかというと、与党地域なんですよ。与党の地域なんですけれども、これに対してですね、チョグク革新党の野党のプサン出身の人が、まあ、事前投票するなど、このプサンとかウルサンとか慶応、要は与党の岩盤地域にも集中することも地域主義克服に影響を及ぼすものと見られると。代表あれか、立候補者が結構あれですね、与党の地域出身だったりするってことですかね、これね。はい、ということでね、まあ、こんな感じでガッツポーズしてますけど、はい、じゃあね、続きいきたいと思います。ちょっとサクサクいきます。サクサクいけねえな
はい、じゃあですね、ここで一旦切らせていただきたいと思います。次もねちょっとギョンドクの話なんで、はい、じゃあですね、後編もお楽しみいただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。